今回ですけども、隠し撮りでエイジに対して、ヒカルのあかんところを怒らへんから教えてくれへんみたいな感じで聞きます。エイジにさ、聞きたかったことがあっていこう。ヒカルに対して直してほしいとこというか、不満点というか、そういうのってあったりする？別に直してほしいとかないですよね。別に僕はヒカルさんの後をついていくだけっていうか、めちゃくちゃ考えてやってると思うんですよ。その中でまあ、うんって思うことあるかもしれんけど、ヒカルさんの中でなんか全て見えとることっていうか、なんかなと思うし、やっぱりずっとやってきて、うん、YouTube が何かみたいなと分かってるじゃないですか。僕が分からんようなステージにおるんかなみたいな、その不満とかじゃなくて、単純にすごいなとか、まあ、そういう感じはありますね。ほんまについていくだけみたいな。特になんか、こうなみたいなとことかもないんや。ヒカルさんに対してはないっすね。ヒカルさんに対してはないっていうのはどういうこと？最近みんなでやっていくようになって、再生数ってのは下がってるじゃないですか。だからそういうのを見るとやっぱり自分とかにはまだ力がないっていうところで不甲斐なすというか、そういうのはありますね。だからヒカルさんに対してじゃなくて自分自身にっていう、まあ、ヒカルさんは元から力持ってるんで、せめてその半分でもいけばヒカルさんがもっと上に行けるっていうので、もっと押し上げたいなと思ってます、ヒカルさんのこと。すごいなんか伝わるというか、名人に関してはあそこまで真剣に考えてくれてるんだっていうのを聞けて、やってよかったかなってめっちゃくちゃ思いましたね。